まずスタートですスタートはまずは2番、4番ですね、山貝選手と佐藤和也選手、取りにいきましたね、内側にいるのが山貝選手ですよね、まあ、頭を出しながら、まあ、そこまでしてでも前を取る。 という感じですよね、えー、そして、えー、その後ろに下げたのが佐藤和也選手ですね佐藤和也選手は今日は大谷龍馬選手と阿部選手の3番手に、えー、走ります一応置いて走りますまず前を取ったのは天貝選手ですねそこには茎原選手が上昇してきて関東ラインを形成します2番8番です そしてその後ろなんですけども太田龍馬選手が上昇してきまして7番9番4番ですね太田龍馬選手には安倍力也選手そして佐藤和也選手の東北勢がマークしますそしてその後ろなんですけども注目の期待選手ですね地元の期待選手3番ですね3番5番6番 えー、北井選手に和田健太郎選手、大塚選手という形なんですけれども、えー、まず、えー、この今映っている、えー、太田選手ですね、太田選手は昨日は前を取って、和田ロ選手を突っ張って、ね、積極的に先行したんですけども、再びまくり返されてしまいました、えー、なので今日はね、えー、今日も、えー、中段からの位置取りをしてますよね。えー、後方にいるのは 不気味な存在ですよね、1番の南選手、昨日は浅井選手のマーク、バック8番手から中割り強襲で1着、非常にいいレースをしましたよね、鋭いレースをした選手ですよね、北井選手のラインの後ろにつけて、まずは最後方ですよね、南選手、今日も鋭いレースをしました。 最終参考のたりから、ね、注目してもらいたいんですけども、えー、スピードが上がるにつれて、ね、残り2週,の2週半の青バンバックで期待、えー、選手が上昇してきました、えー、そして、ここで、えー、太田竜馬選手も、ね、少し頭を掛け合うような、ね、形を見せてきて、えー、少し、えー、主張してますよね。 えー、北井選手が太田選手を蓋たしたままこのまま打損集会に行くわけなんですけども、まあ返し選手も先行選手では今はないのでどちらかというとここは飛びつき狙いですよねなので北井選手がダッシュしてきたところで飛びつくわけなんですけども5番の和田健太郎選手は受け流す形になって3番手の大塚選手のところを競りにいきましたねそして3番手を奪いましたそうなってくると北井選手の後ろには和田選手そして天返選手が 入ったわけですよね短期で走る1番の南選手がバックストレッチからまくっていってそれに合わせていったんですけどもその内側、ですね和田選手が持っていったところをここ南選手が当たりながら、ね、入っていって北井選手をなんと抜いてしまいますからこれ、南選手は本当に素晴らしいレースをしましたよね。お見事なレレーーススでししましたたたね第8いま